グランパーク、グランパーク、グランパークは山梨県甲府市にかつて存在した商業施設である。甲府国母南地区第一種市街地再開発事業として1992年、平成4年に準備組合が設立。1995年、平成7年に法定再開発事業の認可を受け、1996年、平成8年に工事着工。 1997年に竣工し、オープンを迎えた。外装は薄い桃色の派手な着色で、クリスマスシーズンになると、屋上から1階までライトを垂らし、クリスマスツリーのイルミネーションで点灯する。3階の半分、4階、さらに付近に3階建て立体駐車場や、平面駐車場など、軽船台収容可能の駐車スペースがあった。本館と、 わずかに離れた場所に建てられている黄色い建物。本館とは舗装された歩道で結ばれており、1分もあれば移動できる。D ポットは再開発事業前に同所にあった商業施設の名前を引き継ぎたものである。以前は県下最大級を誇る規模のザダイソーが1.2階にテナントとして入居していたがダイソーがグランパークから撤退した後はテナントが入らず、 イベント時に使われることが多かった。1階の一角にあった喫茶店はダイソーの撤退とともに閉店、テーブルと椅子が無造作に積み上げられていた。その後3階に自由空間が入ったものの2013年に撤退。1階にあるラーメン店も2014年3月末で閉店し、すべてのテナントが撤退となった。グランパーク本館に隣接して設置されていた。 東方系のシネマコンプレックス8スクリーン1550席。開館時は東方関東工業株式会社が経営していたが、同社の合併に伴い2002年3月1日より東方東日本工業株式会社経営に、さらに2008年3月1日より東方シネマズ株式会社経営に変わった。2000年12月9日に開館。 開館時の甲府市内は、人口19万人程度であったにもかかわらず、東方東部工業の甲高らシネマ、4スクリーン、武蔵野工業の甲府武蔵野シネマ5、5スクリーンと、不シネまかれて一点に、2スクリーン、テアトル甲府のテアトル甲府、4スクリーンなどが存在しており、過藤競争だとも言われた。郊外に存在することもあって、開館当初は、 道館と甲府武蔵のシネマ5を比較すると44、56と、やや低調な動員であったが徐々に集客力を高め、年間50万人程度を動員するまでになった。建物は、スカイ甲府株式会社によるもの。ショッピングモールに隣接していたが、劇場は、独立した2階建てとなっていた。1階は、売店と、受付、2階は、劇場という構造。 二階にも売店は存在したが一階の売店より混雑しており映画のグッズなどは二階売店のみの販売だった外観はピンクで夜になるとブルーのネオンが光る経営元が東方シネマズに変わってからもビットやシネマイレージなど同社の企業名を冠している劇場で行われているサービスは導入されなかったスクリーンの大きさと客席数は劇場によって異なり 人気映画の上映の際には、時間を置いてにスクリーンで上映することがあった。大作や繁忙期のアニメ映画、注目作や新作は、スクリーン6で上映されることが多かったが、時間によっては、人気映画でも小さいスクリーンになる場合もあった。二千八年六月十一日に、君の友達が封切られた際は、同作出演の石橋ンナと、北浦愛、監督の広木隆一が、 舞台挨拶を行った。また2010年3月14日のスイートリトルライズ上映時は、同作の監督を務めた矢崎ひと山梨県梶風町出身と脚本を手掛けた犬飼京子が舞台挨拶で来館している。2011年3月17日に、同じ証券内のイオンモール、甲府昭和に東方シネマズ甲府を開館することから、 デジタル設備や 3D 上映に対する投資は行われず、経営効率化のため2011年3月13日をもって閉館ることが決定したが、2日前の3月11日に発生した東日本大震災の影響により十分な安全が確保できないとして、同日より休館。3月13日にそのまま閉館となった。 障害者手帳を持っていると、年齢を問わず1000円で見ることができた。甲府市国母5丁目8番1号。国道20号沿いに、伊東洋華道甲府省和店をはじめ、ロードサイド型店舗が相次いで建てられると、D ポット一1.2階にあった座台層を皮切りに、本館側も様々なテナントが撤退した。このため、管理会社の甲府新都市開発は、多額の負債を抱え、 2006年に甲府地方裁判所から民事執行法の適用を受けた。不債を抱えた要因として、当初グランパーク側が提示したテナント料が高すぎると、テナントが訴え、グランパーク側がそれに応じたという説や、付近にあるショッピングモールジョイに入居してい、セリアに押され、利益が落ち込んだダイソーが撤退した説。 集団での小中学生の強括行為説など様々な憶測が飛び交ったが、これらの説は憶測に過ぎない。その後ダイソーがショッピングモールジョイのセリアと同じフロアに移転。ショッピングモールジョイは2013年10月に閉鎖。また、立地上は甲府バイパス沿いという郊外化が進む甲府都市圏では高立地であったが、常日の通り品揃えが豊富なロードサイドがあった店舗に、 開始複合施設でありながら、商業施設面積が1万メートル強と大きくない、試し品揃えの面で立ち打ちできず、かつ県内屈指の渋滞地点である、国防交差点に隣接するなど近隣店舗との競争に不利な点もあった。再建のため施設が競売にかけられた結果、リサパートナーズの関連会社が落札し、経営は継続されることとなったが、 経営は改善されずその会社も2012年に破産した。これを機にホームページの更新も滞こり、アミューズメント施設やボーリング場、漫画喫茶などが相次いで撤退。2014年1月にはオープン以来期間店であったトイザラスも撤退し、これに合わせてホームページも閉鎖され、3月には全店舗が撤退し、閉鎖された。なお、 グランパークの事業費69億円の内国や山梨県甲府市から34億円の補助金が供出されている。多額の補助金は13年後に竣工した、ここりでも行われており、税金を使って地域活性化のため商業施設を建てたものの店舗が相次いで撤退している点で共通している。閉鎖後、和歌山県の精密機器、メーカー、 農立工期が施設を購入。農立工期はグランパークとして再建することはないとし、5月より建物の解体を開始。これにより16年続いたグランパークとしての営業は幕を閉じる結果となった。2014年7月にケーズホールディングスがグランパーク跡地にケーズ電気交付店を2015年9月頃オープンさせると発表した。予定より少し遅れて、 2015年10月8日にグランドオープンした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。